皆さんごきげんよう。今日の姫ちゃんのファッションをご紹介いたします。はい、ドレスはシャーリーテンプルのものです。上半身はこちら、肩の部分が赤のリボンで縁取りしてあります。赤のリボンとフリルのレースがついています。スカート部分はこちらです。ケーキのプリント柄です。片方の裾には赤のリボンもついています。バックスタイルはこちらです。姫ちゃん、それでは一周してください。今日の姫ちゃんの髪型はこちら。姫ちゃんの今日の髪型はこのように作ります。はー、ゴムは3つ使います。2つはお揃いのゴム、1つは好きなゴムを使ってください。今日は姫ちゃんはカーラーで髪を巻きました。それをまず2つに分けます。片方を仮止めします。そして耳の下から上を取って縛ります。先に黒いゴムで留めるとしっかり留まります。もう片方も同じように結びます。耳の下から上を取って結びます。このように結んだら、2つ用意したお揃いのゴムをここにつけます。このようにリボンのゴムを2つつけたら、2つ結んだ髪の毛を1つにまとめます。そしてお気に入りのゴムをここの結び目に重ねて結びます。これで完成です。ママ、おくん、ありがとう。